ブロードストリート駅はマンハッタンのフィナンシャルディストリクトにあるニューヨーク市地下鉄 BMT ナッソーストリート線の駅である。ブロードストリートマイナスウォールストリート交差点にあり J 系統が終日停車する。またラッシュ時混雑方向に Z 系統が運転される。ブロードストリート駅は相対式ホーム2面2線の駅である。中央には 車止めが設けられた2本の盲腸線があり、引き上線、入れ替え線として使用されている。南側では、BMT ナッソーストリート線の線路は、BMT ブロードウェイ線と立体交差してから合流し、モンタギューストリートトンネルを通って、ダウンタウンブルックリンに向かっているが、この連絡線は2010年6月に、MK 等が、ナッソーストリート線経由から IND6 番外線経由に、 なってからは使われていない。当駅止めの列車は、南広ホームに停車した後、入れ替え線を通り北広ホームに移って、ブルックリンク、クイーンズク方面行きとなる。1990年代末に改修工事が行われ、ホーム壁面には、モザイクの衣装が追加された。細い緑と金色の横帯の下には丸うんで、縁取りされた金色の太い帯が引かれ、青緑の地に、 B、または、ブロード ST と書かれた、駅名表が等間隔で並べられている。ブロードストリート駅に停車中の系統 R42 型電車、ブロードストリート駅には、出入り口が3カ所ある。終日営業しているのは、ホーム北端にある出入り口であり、自動改札機とトークンブース、各ホームとメザニンを結ぶ、階段2本が設けられている。改札を出ると、階段で、 ウォールストリートマイナスブロードストリート交差点の南東角及び南西角に出ることができる。ニューヨーク証券取引所そばに出る階段はアメリカ同時多発テロ事件後の警備強化に伴い閉鎖された。他の二つの出口は無人でホーム会に設けられている。北高ホームの改札は時間営業で通常の自動改札機とヒート自動改札機が設けられている。 階段が三つあり、一つは、ブロードストリートマイナスエクスチェンジプレイス交差点の北東角、あとの二つは、エクスチェンジプレイス、ビーバーストリート間のブロードストリートに出ることができる。南広報部の改札には、もともとは、ヒート自動改札機が設けられていたが、駅を素通りして通路代わりに利用されるのを防ぐために、出場専用改札機に変更された。階段が二本あり、 エクスチェンジプレイス、ビーバーストリート間のブロードストリートに出ることができる。以前は、ブロードストリートマイナスエクスチェンジプレイス交差点の北西角に出る階段も利用できたが、こちらもアメリカ同時多発テロ事件を受けて閉鎖されている。ウォールストリート23番地ビル前にある出入り口。終日営業対応に回収された後の様子。改札外になるが、 当駅の出入り口から長い連絡通路で IRT レキシントンアベニューセンウォールストリート駅に乗り換えができる。北に3ブロック先のワンチェースマンハッタンプラザに出るとドア2つと広い階段を抜けた先に出入り口があり、さらに進むと2台のヒート自動改札機が設けられている。通路途中の西側に設けられた短い階段からはさらに細い通路を通って エクイタブルビルの基部に出ることができる。通路は改札内で分かれており、ウォールストリート駅の相対式ホームのどちらにも行くことができる。BMT ナッソーストリート線と IRT レキシントンアベニュー線は北側3駅で自由に乗り換えることができる。ありがとうございます。